ダイヤモンドライアースベースボールチャンネル。さあ、というわけで今回は、キーちゃんのお父さん尾花隆夫さんに40の質問でございます。はい、これはちょっと聞きたい。僕が個人的に聞きたい。おお、そうですよね。身を乗り出してますから、ちゃんといい質問してください。カズさん、行きましょうか。お父様いらっしゃってる？はい、います。はい、はい、ああどうも、また改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回ドッキリありがとうございました。はい、引き続きこの状況でございます。はい、変わらず、はい、別に失神してるわけじゃないので気にしないでください。はい、加藤さん、はい、ちょっといいですか。はい、僕質問の内容とか全く聞いてないんで、僕多分一言も喋んないパターンありますけど大丈夫ですか？それほとんど前回と変わらないんで大丈夫です。あ、オッケー。前回ももうそんな感じで。まずプライベートの質問から。はい。はい。好きな食べ物は？好きな食べ物は歌舞伎揚げとバームクーヘンかな。もうね、私本当に父が歌舞伎揚げ好きすぎて、はい、誕生日プレゼントに歌舞伎揚げを一箱。あげたことあります。そんなに好きなんですか？あれ美味しいじゃないですか。美味しいですよね。もう決まりました。ご自宅にご挨拶行くときは歌舞伎揚げ持ってきます。はい、じゃあ私バームクーヘン持っていきますんで。はい、お願いします。ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、2つ目、はい、子供の頃の将来の夢はプロ野球選手になることでした。うわー、叶ってますね。そうですね、まあ、下手だったんですけど、家が貧乏だったので、はい、もう当時はですね、プロ野球選手になるか宝くじを当てるかしか一攫千金なかったので、自分ができることって言ったらもうプロ野球選手になることしか、もう金を稼ぐ方法はないなと思って、もうとにかくもうプロ野球選手になりたいという思いでやってましたね。うわー、かっこいいなー。ね、それでね、なって大好きな歌舞伎揚げいっぱい食べれて、そういいですね、成田さん。安くついていいです。加藤さん、もう加藤さん、言葉しっかり選んでくださいね。じゃあ、成田さん、質問したら、ちょっと成田さんが一回やってみましょう。質問終わった後に、トーク広げる。いや、いいっすよ。だから俺は見てたいもん。俺はこの2人の会話見てたいもん。勘弁してください。はい、続いて、3つ目。野球以外で好きなことはゴルフですね。あ、はい、下手です。同じです。はい。上手なんでしょ？いや、僕はそんなです。そうですか。はい、一緒にじゃあ今度やりましょうよ。あ、ぜひお願いします。ね、コロナ、はい、ちょっと落ち着いたら。はい、もうすぐ、もっとここに、もう準備してますんで、もう、はい、準備しますよ。はい、ぜひお願いします。あ、それ一本で回るか。あ、それエピックです。あ、いいですね。はい。おそらい。ゴルフは大好きです。お願いします。はい、お願いします、はい、まだまだありますからね。はい、はい、私の将来の結婚相手に必要な条件は、まあ本人が好きであればまずいいんですけど、 あるとしたらやっぱり私と女房を大事にする人ですね。うん、これがやっぱり必要なことかな。うん、はい、あと昔から言ってるのは挨拶できる人。うん、まあそれはね、基本だよね。うん、はい、自分はちょっと質問があるんですけども、はい、どうぞ。僕も娘がいるんですよ。はい、もうすぐ4歳なんですけど、おお、ケイさんのことを手挙げたことありますか？はい、手挙げる、手をパシッと、はい、私はそういうことは一回もしたことないです。へー、はい、怒ったこともそうないね。ない、はい、ないね、怒ったことも、勉強になります。はい、はい、上2人いるので、はい、やばいなと思ったらちゃんとお利口にするタイプだったんで、あスッとね、スッと抜けて要領が良かったですよ。末っ子さんってやっぱそういうとこありますか？だから末っ子はそういうとこありますか？私も末っ子なので、うん、はい、そういうすり抜け術はうまいですよ。今、なりさん、だからかって聞こえましたけど。あ、そうそう、はい、だから、だからかって、
からか聞こえましたけど、こちらからは以上です。大丈夫です。こちらから以上です。はい、行きましょうか。はい、5つ目、ここから野球の質問になります。お、 PL 学園高校の練習は辛かったですか？もう辛かったよ、本当に。二度としたくないね。特にね、千本ノックはね、もう本当記憶がなくなったね。いやもう本当、でもあれはね、あれ以上しんどいことはないだろうなと思っているので、はい、だから2度、もう1回 PL 学園に行きますかったら絶対行かない。はい、それほどしんどかったですね。もう PL はダメですよ、加藤さん。あ、やっぱり噂はちょいちょい聞きますけど、はい、いや、もう噂じゃないですよ、本当です。本当なんだ。はい、あの漫画になるぐらいですよね。数の単位が大体100でしたから、数の単位が、うん、はい、何メーター100本とか200本とか、はい、はい、PL はカズさん多分、カズさん多分あの3時間で死にますよ。2時間で死ぬの。2時間で死ぬの。本当に。で、本当にそのレベルですよ。そんなに、はい、今だったら普通だったらもう夏の大会に向けて練習するじゃないですか。PL は7月の1日から野球部は夏休みだったんですよ。そうなんです。で、1日ちょっとして千本ノック期間が始まるんですよ。はい、10日間あるんですよ、10日間、はい、1日目100本です、はい、2日目200本です、3日目300本です、9日目は900本受けて、10日目に1000本なんですよ。うわ、はい、1000本、1000本じゃないですか。朝起きられませんでしたもん。あれ、それ野球じゃないですよね。はい、もう本当にね、だから朝起きれないんだけども、ユニフォーム着たらなぜか動けるんですよ。これが不思議。すごいな。条件反射じゃないですけど。いや本当です。だからまあ精神的にはね、こんなしんどい練習したんだから負けてたまるかっていう思いはやっぱり湧き上がってきますよね。ああ、そうですね。まあ結局私甲子園には行けませんでしたけどね。それでもそっか行けなかったんだ。行けないと思いますね。あれ以上しんどいことはないだろうなと思ってます。なるほど。続いて、高校卒業後すぐにプロ野球に入りたかった？いやもうそんな実力なんか全くなかったですよ、本当に無名で、うん、だから PL 学園が私の時に甲子園行けなかったのは私の責任なんですよ。私がだらしなかったから行けなかったんですよ。ああそうですか。はい、もうその思いはねすごくあって、だからなんとかプロ野球に入って、あの自分と一緒にやってたチームメイトが、あいつ俺と PL で一緒だったんだってこう自慢できるように頑張りたいなと思っていましたね。それがなんかこうみんなに対する、まあ、罪滅ぼしみたいな感じでしたかね。もうすみません、聞き入ってるんで私が聞きますけど、でも2年後ぐらいですぐプロになりましたよね。はい、だから僕は社会人に行ったんですね。ね、日本テレビ社会という、あのノムが出たところの社会人で2年やったんですけども、はい、この時に本当に必死になってやりました。あ、で、だからもう2年という短い期間で。はい、あの新日社会に昔あのご存知でしょうか、根本理子さんという方が臨時コーチに来てらっしゃったんですよね。はい、でその方から指導を受けて、でなるほどこういうふうにすればいいんだと思って、それをとにかく必死でやったのと、練習をねとにかくしました。はい、だから寮生活だったんですけども、寮と会社を自転車で30分ぐらいですかね、それを往復でまず通うっていうことと、でグラウンドを練習、全体練習が終わったらグラウンドを30周走りごとノルマにして毎日走ったりとか、うん、なんかこう工夫をしながらね、なんとかプロ行きたいという思いだけで練習やってましたね。あ、でも PL の練習があったからもう正直言い方悪いですけど乗り越えられたような練習です。やっぱり あの練習があったので、どんな練習やっても大した練習じゃないなと、そんな思いでやってました。はい、あ、そうですか。プロ初登板の日鮮明に覚えてますか？プロ初登板はね、確か甲子園球場だったと思うんですよね。はい、平岡監督がバッターによってピッチング変えちゃダメだ、交代だって言って変えられました。ストライクはね、投げれないとダメ、ピッチャーじゃない、